海上自衛隊では今年2022年3月に最新鋭の潜水艦である、大芸型のネームシップで一番艦の大芸を就役させていたね。そしてこの10月12日に建造中の同3番艦を進水させ、陣営と命名する式典を執り行ったみたい。今後も竣工に向けた準備が進められる陣営だが、この艦名は漢字では陣営と書き、大海原を疾駆するクジラを表したもので、実際の収益は2023年度末が予定されており、このペースは近年の通例となっているぜ。クジラにちなんだ名前なのは日本らしいね。そうだね。さて今回は、海上自衛隊で最新鋭の大芸型潜水艦3番艦陣営について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ちなみに大芸型の2番艦の白芸は昨年2021年の10月にすでに進水済みで、やはり収益は2022年度末が予定されており、こちらも1年に1隻の新造と収益のサイクルを遵守していることも述べておくべきだろうね。大きな日本の防衛力の整備の枠組みとして捉えた場合、防衛計画の大綱で打ち出されていた潜水艦隊22体制の構築は、1番艦の大芸が収益を迎えた2022年3月時点で予定数に到達しているため、今後は前々級の親潮型が順送りに退役を迎えると考えられるよ。もともと16隻体制から22隻体制へと中国海軍の戦力の増強を念頭に置いて強化されてきた海上自衛隊の潜水艦隊だけど、今後の情勢移管ではさらに拡充を図る可能性もあり、親潮型は練習艦等として留め置かれる可能性が高いと想定されるんだ。現在こうした海上自衛隊の潜水艦を建造可能な造船所は2社2カ所に限定されており、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場のみであるため、言うなれば全ての潜水艦が神戸から生み出されている状態だな。今回の陣営は三菱重工業者の神戸造船所が建造を担当しているんだけど、川崎重工業者と交互に新造艦を受け持つ体制が確立されており、高い工作精度が要求される潜水艦建造の技術を途切れさせることなく継承できているみたい。日本屈指の技術を持った企業だもんね。すごく誇らしいよ。潜水艦に限らず自国でこうした主力兵器を製造できない国の場合には、それが必要とされれば売却を行ってくれる国を探すしか方策がなく、自国の求める仕様を追求して実現するだけでも大きな労力を割かざるを得ないと言えるだろうな。その意味では他国の通常の軍隊以上に仕様が特殊とも言える日本の自衛隊は、その設立の理念でもある専守防衛という括りから大きな制約を受けており、自国での建造力は保持しているが世界的に見て汎用的な潜水艦とは言えない側面も持つぜ。さて大芸型3番艦の陣営だけど、海上自衛隊の最新鋭艦だけあって未公開の数値が多く、基準排水量3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルというのが公に示されている主な仕様となっているね。大芸型は基本的に前級となった双雄型の設計とデザインを踏襲している艦艇で、後者の後期型は基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 8.5 メートルの規模を備えているんだ。これを見れば大芸型は双雄型に比して、ほんのわずかに大型化されていると見て良い艦隊だと思うけど、全体が双雄型からのキープコンセプトでまとめられており、大きな変更は次の艦級まで持ち越すことが有力視されているみたい。大芸型の推進方式は双雄型の後期の2艦と同様に、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と電動機の組み合わせとなっているんだけど、このリチウムイオン蓄電池の搭載を最初から前提とした初めての設計艦だと言えるよ。このリチウムイオン蓄電池は日本の GS 湯浅社が手掛けたものだけど、この搭載を当初より前提に建造された大芸型では、その大電流を継続的に急速充電が可能な性能によって、新型のシュノーケル発電システムを実用化させたんだ。この新型のシュノーケル発電システムによって大芸型は従来の潜水艦よりも潜航航行の長時間化、ひいてはこれが作戦行動半径の増大に寄与していると目されているが、詳細は伏せられており具体的な数値までは示すことができない。軍事機密だもんね。情報は重要な武器だから、秘密にするに越したことはないと思う。ただし大芸型と同じディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と電動機の組み合わの機関を搭載する。前級の双雄型の後期の2艦の速力は水上13ノット、水中18ノットほどとされており、大芸型もこれと大きな差はないと思うよ。そのため他国の機関部に原子力推進を採用している原子力潜水艦が、軒並み水中の速力で30ノット以上を発揮可能となっている現状を考慮すれば、いかに大芸型が通常動力型としては最新鋭とはいえ、その点で誤する性能とは言い難いよね。
原子力潜水艦には戦略核兵器たる SLBM を搭載する戦略型原子力潜水艦と、敵の艦艇や対地攻撃能力を備えた攻撃型原子力潜水艦の2つに大きく分けられるんだけど、いずれも高出力の原子力推進機器艦を搭載するため、通常動力型よりはるかに高速度なんだ。こうした兵器としての原子力潜水艦の有用性は速度においては顕著であるため、日本もいずれは攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきであるという主張は少なからず行われており、中国海軍の増強に比してその声も増加してきたと感じられるな。2022年現在、こうした攻撃型の原子力潜水艦を保有運用している国は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国しかなく、昨年2021年にオーカスの締結でオーストラリアがこれに加わることが確実になってはいるよ。確かにこれらの攻撃型の原子力潜水艦を保有運用する国の中で、日本はロシア、中国という2大仮想敵国と対峙している状態であり、今後ますます増強が予想される中国海軍に対してはその採用も視野に入れた検討は必要だろうね。ただし中国の南シナ海への支配力の増大を懸念し、オーカスの締結によって攻撃型の原子力潜水艦をアメリカもしくは、イギリスから調達及び自国建造を行うと表明したオーストラリアだが、1年以上が経過した今も具体的な潜水艦の特定には至っていないんだ。アメリカを選択した場合にはバージニア級、イギリスを選択した場合にはアスチュート級といずれにしても、現在の最新鋭の攻撃型原子力潜水艦にはなることが予期されるけど、自国に必要な数以上の建造はすぐには困難みたい。その上でさらにオーストラリアは島しょ群を除いて自国内での建造を前提にこの計画を進めようとしている模様だけど、一から建造に必要な設備や要員、そして技術的な基盤を整える必要があり、早期の収益はかなり難しいと思えるね。日本でも原子力推進というだけで建造にアレルギー反応を示すような風潮は、依然と比すれば減少したことは好ましいと思える反面、手がけたことのない原子力潜水艦を建造し維持していくためには費用的・機関的な問題を整理することが急務だろうな。ちなみに攻撃型の原子力潜水艦を保有運用している現在のアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国は、いずれも航空母艦も運用しているため、これらで空母打撃群を編成する中でも必須の艦艇ともなっているぜ。まあロシアは航空母艦を保有しているとは言っても1990年に就役した今や老朽艦のアドミラル・クズネツォフのみで、ほとんどの攻撃型の原子力潜水艦は単艦による敵艦艇への攻撃を前提に運用されているのが実情かもしれないね。日本の海上自衛隊でも出雲型護衛艦を航空母艦化する改修が進められているけど、これらは遠征を前提とした艦艇とはならないとはいえ、速度的には通常動力型潜水艦では随伴は不可能なため、何らかの対策は必須となるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。